ペンマス製材、木質ペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材を始めていたします。木材販売並びに京都の元翌日続くカタログ通販リフォーム資材ファーストリフォームの串間商店です。今朝も昨日に引き続いてですね、最低気温が10度以下というですね、11月並みの気温ということだそうです。最高気温もですね20度に満たないという、17、8度予想の群馬県渋川地方です。本当に1週間ぐらい前まではですね、本当にあの最高気温25度だったり30度近かったりということで、10月にしてはですね異常なぐらいの真夏日というか夏日で暑くてっていうことだったんですけども、一雨ごとにというか雨によってですね、急激にあの季節が動きまして、あっという間にですね秋を通り過ぎて、まあ、冬の手前にまで来てしまったと、まあ、そんなような状況で、まあ、これがずっと続くようですので、本当にあの、衣服の調整ですね、寒暖差に気をつけてですね、体調管理に気をつけてお過ごしいただきたいと思います。とはいうものの今週もですね、しっかりと頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ペンマス製材、木質ペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材を始めていたします。木材販売並びに今日頼むと翌日送るカタログ通販リフォーム資材ファーストリフォームに関することで何かございましたら福島商店までお問い合わせください。